さあそれでは見ていきましょう。グランドファイナルにはどちらのチームが出場するのか。アタッカーサイドイービルジーニアス、ディフェンダーサイドクナティック、早速ブラストパックを使いながら手前まで入り込んだイービルジーニアス。ジョージーも A サイトはほぼ空きの状況を作った上で B サイト来るんじゃないかなとクナティックも予測をしていました。ここからの動きですね。さあ注目はブースティオです。ブースティオですね。コムもただ下がって情報を取っているのでミッドから水路に流れるところをかなり警戒できていますね。さあ幸代さん、このオープン設置最終的にブースティオにつなげるためにとにかくバトンを渡さなければいけません。時間稼ぎが重要です。さあその時間のバトンを渡せるか、スクリーンでの勝負が始まっています。じゃあこれはスクリーンが取れないと判断したフナティックは今度はスローポートに行きます。ダークが1人倒し、そしてトレイルブレイダーを流していった。それを超えたジョージーも、さあスロープではコムのワンキル、そしてブースティオコム、さあこれでヘブンが取れる。盤石の体勢イービルジーニアス。時間がもう苦しいですね。最後は結局ブースティオに下げればいいだけ。ここでもデーモン。この情報を持ったことによって、でもカメラ入れてるんでどちらかというとリテイクなんですけど、早めにリテイクを仕掛けるという動きに変わりそうですね。フナティックの読み、そして作敵アビリティによって攻め先はある程度限定できました。ヘブンドリー繰り返し方、サイトの中に入っていく。おー、ファイヤーが抜きます。コムが落ちました。であればそれを崩すためにどっか前に当たらないといけない、こういう動きですね。スパイクは設置できていません。うまいクロスの組み方だっか、フラッシュ避けられません。そこにはオールトラインまで。この反応なかったのは大きいでしょう。フロントラインが映画から来て今割と人数寄せてるんですよね。さあシーカーの音を聞きました。パラノイアの開始、そこのバックサイドにはフラッシュが飛んでくる。さあボーサーの立ち位置、走られた限界です。そうですね、ディフェンダーサイドまでジョージーもさすがに取りにはいけません。こうなればコムの動きは効いていきます。プレッシャーかける、クロに来る、クロに来る。これでコムは急いで入らないといけなくなった。ニューアルセフトだけで情報が取れる。ゴール取れた。フラッシュ避けて、アルファイアカバーです。隠れ設置なんですよね。おー、最後です。ドキですね。まあただブラストバックで入るって孤立した状態なんで。いやデーモン1が手前に入った。アフターショックポイズンクラウドで何も見えない。デーモン1と上位も入ってくる。二人のうちはバレた。ショーストッパー横にはデーモン1。ここは対空射撃のクルクル。よく打たなかったな今、まあ、バレたと思って飛んでしまいましたね今。スパイクはドロップの A サイト。何を狙うか、回収で。さすがにスパイクここに落ちてたらラフターからアングルを一つ作りました、ね、あれは大下品したんか。すごいアングル使いました、ね、しかし降りたところダークが抑え、ここはブースティオを覗いたところはボースターが抑えます。いいクロスです。決めましたね。うーん、足止めのフラッシュですけど結局は前に出れない。ただその分 A サイトをご覧ください。いやでもこれカメラの位置がこれメイン見れない位置だぞ。残り20秒であれば引き返すことができる。やはり A サイトに行った。この打ち合いではジョージーモが敗れ、ただ時間稼ぎができた。スクリーン側にあったワイヤーを壊し、あー、スパイクドロップ。いやなんとか運べた。設置はできるが、ワイヤーがある。アフターショックコム助けることができるか。いやーこれはないすぎるな。ファーストフラッターは黒に来る。ヘブンを取ってきたジョージーも落としきって、このまま進行できないのであれば B 側ラークさせて A タワーを取ると、そんな判断を下しました。回しましたかね。うお、 E さんが取り返し4対4。そのまま揺さぶって B 側でも面白いかもしれません。 A サイトにフラッシュを入れ、カメラないのにこの揺さぶりに対して読めているぞ。ハーブスティオがライン上げた。ブースティオとボーサーの打ち合い、ダークはヘブンのカバーに入ったが抜かれていった。4対3。いやここにデーモン1がポジションキープしてるの偉すぎる。サイトの中全員に見えるそんな配置。デーモン1ここ外した。そしてガレージ抜けは1人見えました。
大きな大きな情報です。いやでもここでスクリーンがあるんですよね。スクリーン裏に入るフラッシュ、レオがたまるんでしょうか。フラッシュの時間まで待ちますかね。お、自分から行った、削る動きだ。3対2、スクリーンは下がります。レオ最後のフラッシュ使い切って後ろから込む。レオダブルキル、耐えた。あと1個、うわー、レオあそこからリテイクができますか。マジか。3対3の人数状況、アルファイアが寄っていきます。パワーワン、そしてスモーク抜き、スパイクドロップ。これでスパイクは取れますが、設置中のタイミングでコムは無理してでもキルが欲しくなる。あとはデーモン1設置後前に出るしかない。手前カメラ、キリキリ映ってない、映りません。切れた瞬間を狙うでしょうね。これはデーモン1の立ち位置は、さあ、わしゃ、ブレードソーム残り一発、ブレードソーム復活、アップドラフト、いやースチャンス、やめて、ワンワン浮き寄った、あーナイス、レオもらいましたね。はい、おう、ワイヤー、これどうここかですよね。 A2B2 なので早めに攻めたいのは正直ですけども、早いフラッシュ、コムの対応はどうだ。そこにはパラノイア、横からダークの車線が通り、イーサンも限界のポジション、おお、ちょっとフラッシュ避けています。避けてた、クロニクル、ジョジも無理やり入っていくもの、ここにはクロニクルの車線が通っています。いいじゃない。10本目はフナティック、10対7、これでメイン確定。足が止まりました。まだ粘る、情報取りポジション動きません。アルファイア、ワンチャンス狙うのか。フラッシュは避けています。レオ距離を取った、もう時間はないですが、レオ2オン2、アルファイア、わあ、惜しい、おいおいおい、時間はないが、もっと早くしたらこれ勝ってたラウンドだ。設置まで持っていったフナティック、強気なポジションを取るブースも素晴らしいですよね。バックサイド、ポールドライン、ダークは内側に、ブレードストーム、欲張るのか。デーモン1自ら行った、避けた、1人目、強すぎ、なんとかスタートです。ジョージモン、スパイクドロップ、ジョージモンのポジション取りが素晴らしい。これで無理をしない、これでクロスの形を組みました。ここのスパイク回収は難しいです。先ほどと同じシチュエーションですからね。これジャンピング、またアルファイア、レオが怖いですけどね。イーサン、ジョージーも10対9、今回はちゃんとクロスが組めた。デモン1のあのアップドラフトからのブリンクのブレードソムル、痺れました。その戦術をここで出してきたイージー、うん、シンプルなセットアップになりそうです。トレイルブレーザー、さあ問題はこれでスクリーン、バッター反応が遅れた、ブラッドバック、確実にルールを避けた、くぐった、イーサン耐える、フラッシュ避ける、スモーク抜きはシーカーの返し、減らすぎる、フラッシュ2個目を避けている、残り30秒を切った、入るのが難しい。いやでも強引に行くしかないか。そこからローテカ、コズミックディバイドを敷いていきます。 2-2 で分散した、ここにはコムがいる、スネークバイト、イーサン中で耐えている、 A ローテはまだイーサンと耐える、お間に合う、まさかのこのタイミングでのオープン設置。ただ回復も優先して立ち回る余裕はありません。ポジション取りをどうするかですね。まもなくスモークが開け、追加のスモークが放てる環境、タイヤスモーク間に合うか。ボースターエルボーからコム、レオ、あ、立ち回れる、チャイル削った、また少人数戦、レオが残っています。バイパーズピット、ショーティーを持った、あ、駆け引き、しない、呼んでる、駆け引きがし、うわー、まだ時間はある、解除間に合います、どうだ、ギリギリ 0.58、
はありますが、キャプテンブースティオどうするか、シーカージャッジ、いやでかい、それ飛び切った、バックサイドからのパラノイア、コム、スティンガーでは苦しい、ヘブンからのカバー間に合うか、イーサン、デーモン1、ジョージーも遅れている、イーサンなんとか1ストレートを持っていた、ただデーモン1がいる、ブレンドットが蹴った、怖い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 、デーモン1、いやー禁断のアルフェベット、ブレードストーム、頼まれファイヤー、うわー強すぎだろ、何今の打つってなくない今の、そのもんが開きましたおかしい今の、うわこれやばくないこれ、これ、間違いなく来ないわ、デモンは最強は分かっています、ヘブンにはトレイルブレイザー、エントリーが始まっているのは分かっています、下にはスネークバイト、イーサンのタイムに合わせてコムに勝負させます、エーヘブン抜いた、イーサン抜いて、シーカー、シーカー、しかもジョージーもショーストッパーを持っている、うまい、ブーステオが倒せます、ありありまだある、コムが同じ位置に相手入る、いけいけいけ、見えたのか、なんで見えたんだ今、いやこのイーサンのポジションどうやって抜けるか、3対3、ジョージーボのショーストッパーペイントダンが重要だ、時間がなくなれば間違いなく切りますよね、30秒、しかこれでショーストッパー設置ができない、設置しまった、デーモン1に前に行かせる、しかしデーモン1が崩された、ペイントダン上がっています、問題はスパイク落としてしまった、ちょっとみんなこれで次の設置はペイントダン止まる、手前ペイントダン設置ができない、さあ力使った、残り10秒、中に入れる、やばい近く、前に出るリーしかない、前に出る、手を止めたか、リーさん止めた、うわー間に合った、あぶねえ、あぶねえ、設置阻止されたけど残りチームで倒した、あぶねえ今のいやあぶねえ、やられたかと思った、ゆきさん最後レオが助けました残りあと1秒は間違いなく切ってましたよね、ギリギリでしたよね、時間切れまであとどれぐらいあったか、マジやられたかと思った今、あと1勝したら、しかし、イージー優勝候補とも言われたこのフナティックに対してあと一歩でした、誰しもが怒られるジェットだったな、毎回毎回こう商品戦で立ち回りがね、うまくてです、ここ最後、うわ、よく倒した、本当にギリギリでした ね、これしかないというポイントでしたね、まあ、情報はないですからね、音と感覚を頼りに勝負しましたからこの手前の人のリアクションいいな、ドラマチックすぎる展開でした、いつもファイナルにふさわしい素晴らしい試合になってました、いいリアクションしてる、これでローアーブラケットは、今日スーパーの卵半額だみたいな顔してる、さあそれではインタビュー